どうも、翔平 TV です。こんにちは、モナールチャンネルのマサです。ボナーボナーボーイズリーグに潜入シリーズー。本日は、坂戸ボーイズさんの方にですね潜入させていただけるということで、埼玉の坂戸ボーイズ、そうです、グラウンドで撮影させていただけると、はい、今回も練習に参加させていただけるというところで頑張ってください。まあまあまあいいところを今回も見せていきたいと思います。もう全面的に俺の代わりは翔平さんですしばらくの間それでは早速やっていきましょう。おい、翔平 TV 知ってる方、ボナール知ってるんですよ。多いじゃない、全員じゃねえか。翔平さん、加藤さん、加藤翔吾、おお、関係さん、よろしくよろしく。キャッチボールです。公式痛いよこれあと5球ぐらい投げたら向こう行きます。あでかいでかいです。卓球します。俺だったら取れてない。いい球すぎる。あ、来た来た、バッピックバッピック。どうですか久々の公式、かっこ昨日ぶりですけど。でも投げてないからな昨日ほとんど。確かにね、やっぱ楽しいんだよね高級。高級でかいし重いよね。本当に力しか気をつけないと全部上行っちゃうから、ね、うん、この今ね映像で収まってない部分でまさくんが冒頭を繰り返しております。本日はね7イニング投げてきたそうです。既に朝7時から9時で完投完封してきた。なんかやっぱボーイズさ音楽流れてもいいね。うん、練習中に音楽流れるとは考えられなかったですよ。本当だ、ね、今日は YouTube なのでね、ぜひオフにしていただきたいところです。あ、危ねえ。行きましょうか。あれはあえて元を不安定させることによって、ごめん、飛んだ瞬間取れなかった。マミー20だった。マミー20やるんすか。
帰り平大丈夫ですか。これは何なんですかね。これ何なんですか。これやるんですか。俺は行きましょう。行こう。せーの、レイシェンスター、レイシェンスター、サンゲンスター、レイシェンスター、レイシェンスター。翔平さんちゃんと立ってください。すごいこれ。うわ、どうですか。追いつけないこれ。これはすごい、これ。もうこれ終わった。今日終わった一日。これって何なの。これ何なの。ボール拾いが遅い。遅いと。決まってない。10秒。お次は監督インタビューをさせていただきました。皆さんぜひともご覧ください。お疲れ様でございます。はい、チームとしては何年ぐらい創立させてから。35年でしたっけ。40年ですね。今年40年です。坂戸ボーイズさんのチームの雰囲気、今のチームの雰囲気をちょっと教えていただけますか。明るく楽しく元気よくモットーにしてるんですけども、はい、割とみんな真面目な選手が多いんで、なかなかそれを表現できないというか。もっと自分を出したら。そうですね。まあ今時の子っぽくね、やってほしいですけどね。はい。その監督が指導される中で大切にされてるものがございます。野球を通じてっていう部分も大切にしてて、はい、礼儀、言葉遣い、態度っていう、そういった部分もね、野球やりながら。この3年間でね、身につけさせてるつもりなんですね。はい。じゃあその練習のプレー以外にも態度とかそういったところもじゃあ指導されてる。そうですね。はい。まあこう野球選手の間はそういうことをまあ身につけてもらって、でそれでまあ野球だけじゃなくて高校野球行ってもね、そういった一番こうなんだその大人にもつながるように。そういった礼儀言葉遣い態度はずっと言わせてもらってます。はい。坂戸ボーイズさんの、まあ、いろんなチームの野球の、まあ、色とかあると思うんですけど、はいはい、坂戸ボーイズさんの、まあ、野球の特徴みたいなのがあったら。そうですね。うちは育成といって、まあ、本当にこうキャッチボールが、ね、3メーターぐらいしか届かない子でも、まあ、その約3年間をかけて高校野球でもね自信を持ってチャレンジする形を作るっていうね、その本当3年かけて、ちょっとずつ育ってもらう育成スタイルなんですね。なんでねこうたまたまねこううまい子が揃えば全国も行ったこともあったし、でもそれで目標を作ってみんなで頑張るっていうね、それをやってますね。はい。結構じゃあその入団される選手は年によってだったりとか選手によってそのレベルは結構バラバラだったりとか。そうですね。はい。まあ本当にこう波があってで今年は一人しかっていう特徴もあるんですけど、はい、割とねうちのチームは厳しいイメージがたくさんついてるんでどうしてもねやっぱり厳しいところではやりたくないなって今時の選手たちは思うみたいで、はい、やってしまえばねこうみんなこんな感じでやってるんで今後こういった選手に入ってほしいとかっていうその希望の選手とかもう常にそうですね、来ていただいた選手のね、もう言ってるんですけどとにかくね やる気がある子、もう上手くなりたい、勝ちたいっていうねガッツある選手はもう本当来てほしいですね。それはもうまあ上手くてもね、上手くなくてもそうやって野球に対するね、情熱があるような選手にはどんどん来てほしいですね。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。おー、いい。まあ、活躍を見せられましたね。ちょっと初めて、まあ、して爪痕は残しました。多少ね。うん、残しました。爪垢ですか。爪垢が残りました。ズボンのここに葉っぱが草。ズボンに草生える。リアル草生えるです。リアル草生える。受け。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
全員にサインプレゼントです。どうもみなさん、最高！イエーイ！ありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000に突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm gonna keep it.